金融医協札幌西区病院は、公益社団法人北海道勤労者医療協会が、北海道札幌市西区西町北に設置する病院。2019年6月現在の訪問診療の管理件数は320件を超え、内科医に加え、自備科、皮膚科医も訪問診療を担当。時間外休日の当番医師も配置して、訪問看護ステーションなどと協力して、 24時間体制で終末期の在宅療養も支援している。全日本民主医療機関連合会に加盟している。札幌市西区では医療機関の充実を求める住民の要求が強く、1979年には総合病院誘致と休日夜間における救急医療体制確立を求める住民運動が繰り広げられていた。 西区に働く者の病院を作り上げる運動が広がり、社員支部、西区病院建設準備室を中心として、地域、職場に運動が急速に展開された。そして、地域住民の期待を受けて1986年5月16日に開設された。専門外来病院の理念により、差額ベッド料を徴収していない。ABC、院長挨拶。 金融医協札幌西区病院。2020年5月31日閲覧。全日本ミニ連事業所一覧。北海道。全日本民主医療機関連合会。2020年5月31日閲覧。遠隔。金融医協札幌西区病院。2020年5月31日閲覧。ABCDEFGH。 北海道医療機能情報システム。北海道王。2020年5月31日閲覧。概要。金医医協札幌西区病院。2020年5月31日閲覧。ありがとうございます。